さあ、今日も妖怪ガシャやっていきます。今日使うのは五つ星コインですね。五つ星コインはだいたい 50% で S クラスの妖怪が出るらしいんで、期待しています。さあ来い。さあ何が出るでしょうか。うわ、きつい。必殺の秘伝書。ちょっと痛いね。2回目は、よいしょ。2回目は何でしょうか。来い。紫か。ヤマト。ヤマトってどんなんだったっけ。はい、ランク B の妖怪ですね。ちょっと残念かな、これも。さあ、何が出てくる。お、黒。お、これいいんじゃないですか。大桑の神、S ですね。 S ランクの妖怪出ました。お、周りがね、金ですね。ここ大桑の神 S クラスね、来ました。はい、今ですね、ちょっと一回リセットしてどうなるのかっていうのをね、検証してるんですが、必殺が出ましたね。今んとこ同じです。やっぱね、気にならずには入れないので、こういうのは。次がヤマトだったら全く同じパターンってことですね。おー、やっぱりあれだね、何かで決まってるのかな。乗ってないよね。全く同じ結果になりましたね。これは何で管理されてるんでしょう。時間ですかね。ちょっとじゃあ、一周してね、時間をずらしてからもう一回ね、やってみようと思います。よいしょ。はい、今ですね、ちょっとストーリー進めてもう一回来てみました。これでね、また同じ必殺の本だったかなが出るんだったら、何をしても変わんないじゃないかなと思います。さあどうでしょう。あー、これは変わらないパターンですね。何が要因になるのかわかんないけど、日にちとかなのかな。
まあ気にせずに、じゃあ、S ランクのね、なんだっけ、カブト王子みたいなやつゲットしときますか。うん、変わんないですね。大桑の神か、兜じゃなかったね。よし、ということで、今日のねガチャは終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。